展開を振り返ってまいります。先発はモイネロ、その立ち上がりです。ワンアウトの後森がヒット、3番セデーノがサードゴロ、ランナーが残ります。ツーアウトランナー一塁。まあ、今よくセダム投げましたね。そうですね、はい、緩い打球だったので、ね、はい、その後杉本は三振で初回0点のバファローズ。最高のバファローズ先発は山下、柳田戻ってきて、はい、最初のバッターボックスでライト前ヒット、一発回答で、ね、はい、安心しました。でこのランナー三塁一塁の、まあ、チャンス、ワンアウトの後ここは山川三振でツーアウト、正木の井が三振と、このピンチ山下俊平が出しました。力入りましたね。はい、2回のバファローズです。まあ、先頭の紅林が歩くんですが、いろんな三振、北はセカンドゴロ、4得3のボール渡ってのゲッツー、完全だ、ね、まあ、これが一番いい抑え方です ね、 ですね、先頭バッター出したの。はい、まあ、3回の裏山下のピッチングです。牧原大成見逃し三振、ダウンのセカンドフライ、その後みんなセカンドライナー、これはうまく打ったんですね、はついてなかった。はい、3回はホークスも三者凡退です。さあ5回のモイネロ投手、先頭の紅林がサードゴロ、続く廣岡もショートゴロに打ち取ります。ピッチャーは三振で三者凡退、結局この回5回まで63球、被安打3、被安打3球4つ、無失点でマウンドを取りました。5回の山下俊平とのピッチング圧巻でした ね、 ね、柳町、笹川の回と三者連続三振です。もうスピードも上がってきましたね、はい、はい、57キロまで来ました ね、 ね、6回の表2人目木村光投手がマウンドに上がって、若槻三振、大里もスリーバント三振、大田がヒットで出るんですが、ゴリはレフトフライ、木村光もしっかり持ってきました、はい、しま ね、 ね、6回のホークス柳田選手、第3打席はここは打ち上げてのサードファールフライ、まあ、でもあのいい形で試合に臨んでますね、はい、はい、スイングできてますし、はい、大丈夫ですね。そして7回です。さあここまで抑え込まれていたホークですが、先頭バッター栗原、このボールを捉えました。打球は右中間に伸びてフェンスを越えていきました。第18号のホームラン、均衡を破ったらホークス1点先制。さあ8回のバファローズはランナー3塁1塁でバッター太田、ピッチャー長谷川、ここでスイングアウト。三振の、ね、はい、この後森も三振と、このピンチを長谷川出して声も出ました。そして9回は大下がマウンドに上がって、ワンアウトランナー一塁、大城がスタートを切るんですが、紅林がショートハーフライナーからセット取って一塁を送って、これで試合終了1対0。今日は津森に勝ちがついて、対戦投手はこの山下俊平太、オスターがセーブをマークしています。栗原の一発が勝負を分けました。